はみんな倒れてる。この BGM はあのお方の BGM だ。きったこの BGM。クリスタルは、みんなは、ここはどこなんだ。ていうかダガーのお尻、すっげーエロいな。出たこのセリフ、出上がったこのセリフ、出た伝説のホットでのラスボスの伝説クラスのセリフだ。ここはお前たちの世界とは別の次元、そして私は永遠の闇。誰もお前の名前なんて聞いてないと思うけどな。誰だ。恐怖は生きる者がこの世に生を授かった時から、それら全ての心の中に例外なく存在している。生きるということは残酷な行為、互いを排除し自らの生のために生命を奪い合う。そして生きることは不安、苦悩、いつかは死ぬという恐怖を常に抱えているということ。逃れることのできない死に気づき、それに打ち勝つことができなかった時、恐怖は目覚める。死への恐怖が恐れるほどに増大していき、やがて死を認めたくないという苦痛を与え、生命の憎悪、生きる者への嫉妬へと変化していく。増大した死の恐怖を止めることはできない。救うことができるのは全ての破壊しかない。それはまさにクジャの行ってきた行為そのものですね。自ら生み出した恐怖に負けたクジャは、全ての源となるクリスタルを破壊することで自分も救われるという結論に至った。何寝ぼけたこと言ってんだ。そんなことは言い訳じゃねえか。お前こそ自分の存在理由が欲しかっただけじゃないのか。その瞬間答えは出てた。この宇宙に存在する全てのものの目的は滅びるためだけにあるということか。私は誰かがその答えを導き出すのを待っている。答えが出た以上、この世界をこのままにしておけない。おい、俺の質問に答えろ。私の役目は一つ、何も生むことのない、何も進化することのない、クリスタルすら生まれることのない無の世界に全てを返すこと。何もなければ恐怖する必要すらなくなる。それはお前たちが真に望む世界。勝手なことばっかり言いやがって。生きる希望がある限り全てをなくすことだってさせないぜ。それがほんのわずかな希望だったとしてもな。苦しみながらも生きていこうとするのは生きる希望という不治の病に侵されている証。そしていつかは恐怖に屈し、駆除のように破壊の道を選ぶ。つまり全てを破壊するために進化しているに過ぎない。破壊のために生まれてくるのなら初めから存在しなくても同じこと。全ては矛盾でしかない。自ら出した答えを否定する必要はない。全ては真理であり、無こそが全て。無に帰れ、逆らうことはない。それが生きる全てのものだと願い。そうはさせないぜ。俺たちがお前を倒して、それが間違いだってことを証明してやる。そして恐怖に打ち勝ったことが記憶になり、次の世代へと受け継がれていくんだ。でもジダンはもうヘロヘロじゃねえか。だからここで倒れるわけには、お前なんかに負けるわけにはいかないんだ。だからみんなの力を、今こそみんなの力を合わせるんだ。もし俺が力尽きたとしても終わってしまうわけじゃない。俺たちのことを記憶している誰かがいる限り、その記憶と生命は永遠につながっていく。それが生きるってことだ。はい、というわけで最後のパーティー編成となります。前回の FF なのではレッド13が青魔法枠だったんですけども、今回も青魔法でラスボス戦に臨みたいなと考えたので、本当はビビも連れて行きたかったところでありますが、今回はクイナを連れていくことにします。お、魂が抜ける、そういう演出なんだ。はい、というわけで4人の魂を受け取ったことによってヒットポイントおよび MP が満タンになっております。恐怖だかなんだか知らねえが、負けるわけにはいかねえんだ。みんな行くぜ。さあ、ついにラスボスとの戦いだ。できれば一発で勝ちたい気持ちはありますね。おお、来た来た、ラスボス、ポットだのペプシは来たか。
ケプシマよ、そうやって腕決めしてられるのも今のうちだぜ。さあ4人が永遠の闇との戦場に赴く。一発で勝てるかな、これ。さあ試合開始。青の衝撃、いきなり青の衝撃か。マジか、いきなりそれか。おっ、おミス、オッケー。よし、とりあえずマディーンだ。マディーンを出して、で、ザガースはバハムート、で、ジタンは盗めて、クイナさんは、アクアブレスだな。クリア、クイナ耐えるかな、クイナ君耐えるかな、この攻撃。よし、耐えた。さあ、この曲のパート、さあ、この曲のパートとともに、試合開始。ジタンチームのトップを飾るのは、テラフォーミングだ。さあ、モグ、マディーン、お前たちの力を今一度貸してくれ。お前たちの聖なる力を持って永遠の闇を封じ込めるのだ。ちなみにこの曲のパートなんですけども、ディシディアーケードの原曲で流しておりますので、そちらもぜひご覧いただけると嬉しいです。リンクやカード機能を使って貼っておきます。さあ、これはダンダメージかな。8000、おお結構効く。いいね、幸先がいいね。さあ、次はザガーソンの番だ。いけ、メガフレア。さあ、ザガーの中に眠る最強の召喚獣バハムート。アレクサンドリアを襲撃したバハムートであるが、それはクジャに操られていたからこそだ。クジャに操られていないバハムートはザガーの命令に従い永遠の闇を焼き払う。アイケン、メガフレア、バハムート、永遠の闇を焼き焦がしてしまえ。ちょっと見えなかったな、惜しい、画面が見えなかった。でも結構効いてると思う。背景アクアブレス、これは効くかな。アクアブレスミス、クソ、アクアブレスなかなか当たりにくいからな。ファイガー、結構強力な魔法であるが大丈夫か。みんななら耐えられると思う。うん、耐えた、オッケー。じゃあハリセンボグランドクロス、ここであれか、永遠の闇様のお得意のグランドクロスが発動するか。あ、そっか、みんなもう攻撃モーション入っちゃってるからな。おお、数々の惑星が力を合わせて地球を破壊するってか、正しくはガイアの星か、ガイアの星を破壊しようってか。みんな大丈夫かな。なぜか小さくなったやついる。小さくなったやつが、エイクはあれだ、バーストになったな。ラム、ラムのじっちゃんには本当に助けられてきたからな、これまで。じっちゃん、その力を今度は永遠の闇にぶつけてやってくれ。そうだな、時短でエイコの罰が直しますか。ダガーさんは引き続き召喚獣を出すという方針で。2500、うん、シェルあるから効いてねえな。よし、再建ハリセンボン。ギサの野菜でバーサクは直せるので、エイクをギサの野菜で直す。てかクイナ小さくなってるから、ブリザが倍ダメージになるとかそういう系はないから。ミニマム直すか。ミニマム直せるのはどれかな。ちょっと微妙だから天使のおやつで直すか。天使のおやつで万能薬使えるんで、これで直そう。ニュートンリング、結構強そうだから、クイナに行くなよ。全体か、全体の部下。みんななら大丈夫だと信じるぞ、ニュートンリングは。やべ、クイナ死んだ。くっそ、ミニマムだからか。一
てのあの AMM やったら攻撃や速度速いな。行け大会長。仕方ない、エイクコーをバーサク直したらフェニックスで復活させましょう。最近リバイアさんイーファロクに封印されていた召喚人、その津波の力を持って永遠の闇を洗い流してしまえ。よし、次ダガンはアーク使おう。でも待てよ、クイナ復活したことの時を考えると復活させた後にアーク使った方が良さそうですね。行け、急ぎなさい。災害転生の炎、よくもクイナをやってくれたようだな。フェニックスの力でクイナを復活させてやるぜ。そしてクイナの仇をその炎の翼で込めて放つのだ、フェニックス。フェニックスは天高く舞い、戦闘不能のキャラクターを蘇生させる。さあ、よみがえれ、クイナ。再現、暗黒の運命。結構いってる。よし、いいね。次はそうだな、オーディフか。お、ティタントランク、いいね。よし、裏技だ。ここは裏技で、そうだな、最大演出のグランドリサルでも行くか。最近天使のおやつ、これで味方のステータスを回復させるんだ。よし、ミニマム解除、いいね。最近天然の風か。寺の月に吠えろ、フェンディル。寺の月の加護を受けたフェンディルは分身し、千年の風化となって永遠の闇を倒す。さあ行ってこい。おお、回ってる回ってる、これは大ダメージかな。4000、大ダメージだと思うけどなかなか効いてないな。さあ今度はテラの月に吠えろ、オーディン。ガイアかガイアの月に吠えるんだった、ごめんなさい、テラの月は赤だったね。ごめんなさい、最後の最後でミスるとはな。さあ演出は絶対決まらないとか言うなよ。この残雪剣の躍動が最終決戦にこそふさわしいじゃないか。さあクレイラを襲撃した残雪剣、どのくらい効くかな。ガード、ガードがそらそうだよな。耐久時短、トランスグランドリサールだ。これで決まればかっこいい気もするけど、どうかな。決まらないか。青の衝撃またするか。次は誰だ、時短か。次はそれじゃない。おー、ケアルガで回復もしてきたか。回復してきたってことはそろそろこいつも体力少なくなってきたってことですかね。さあハリセンボ行け。うん、クイナでさすがに決まらないか。クイナで決まれば逆に面白かったんだけど。さあルビーの光、よし、これでエイコは全召喚獣を出したってことですね。よし、エイコのノルマはこれで達成。次ツイサー行くか。ルビーの光を持って全員をリフリフ状態にしてくれ。これで相手が全体の魔法をやってきても跳ね返すことができます。アイケソリューション9、これで終わりだ、永遠の闇。よし、オッケー、決まった。ナイス、ジタン。最後にトランスジタンの攻撃が終わりましたね。なぜ自らの答えを認めようとしたい。ああ、みんな連れてかれる。生きる意志とは覚悟強大なものなのか。よし、これでラスボス撃破ですね。状態より苦戦しましたけど、なんとかこれで撃破できたので良かったですね。永遠の闇の神殿かもと分かんないけど、それも消滅し永遠の闇も滅びる。
翼が崩壊し、だがこれで終わりではない。私はいつでも復活する。この世に生あるものと、そして死が存在する限り、永遠の闇は永遠に蘇るってか、永遠だけに。